お疲れ様です。お疲れ様でした。今年のキャンプいかがですか？はい、はまあ充実してるかなと思います。この後キャンプが終わって実戦に突入します、はい、でその後シーズンも開幕になりますが、はい、今シーズン何か目標ってありますか？は自分はその2年ぐらいちょっと上で投げれてないんで、はい、まあ、悔しい結果がずっと続いてて、うんうん、まあ、そこで今年はまあやり返したいなっていう気持ちがあるんで、はい、先発ピッチャーがすごい今揃ってて厳しいんですけど、そこに食い込んでいけるように頑張りたいなと思います。キャンプも終盤に近づいてきましたがいかがですか？きついです。きついですか？はい。このキャンプはどういうテーマを持って臨んでますか？僕はまっすぐの強さだったり、まあ、そういったまっすぐの向上を意識してやっています。今シーズンの目標って何かありますか？まずはしっかり2軍ローテを回って、チャンスがあれば1軍で投げたいなと思います。キャンプも終盤に入ってきましたがいかがですか？まあ、でもすごい充実した時間を過ごせていると思います、うん、はい、このキャンプにどんなテーマを持って臨んでますか？全体的にスキルアップもそうですし、うんうん、自分の能力向上に向けて、うんうん、トレーニングだったり練習だったりっていうのを行っている感じです、うん、今シーズンの意気込みや目標って何かありますか？まずはまあ2軍でしっかり安定した数字残して、うんうん、1軍で初勝利できるようにっていうのを目標に頑張っています。このキャンプからチームに合流しましたよね、はい、どうですか？いや、すごく雰囲気も良くて、うんうん、まあ、みんなも優しいですし、だいぶ溶け込めてるとは思います。誰と仲良くしてる？誰ですかね、うん、まあ、ピッチャー陣みんな若いですし、うんうん、後輩多いんで、まあ、僕からしっかりコミュニケーション取りながら、うん、はい、みんなも仲良くやれてると思います。このキャンプどういうテーマを持ってやってきましたか？そうですね、まずは焦らず、うんうん、しっかりチームに入っていけるように、まあ、開幕に合わせてしっかり準備していきたいなと思ってます。どんなシーズンにしていきたいですか？そうですね、まずしっかりチームに貢献できるように、うんうん、自分のパフォーマンスを 100% を出せるように、しっかりいいキャンプ過ごしたいなと思ってます。2度目のキャンプいかがですか？いや、まあ結構やっぱりしんどいです。このキャンプのテーマとかってありますか？こうバッティングの面で一番頑張ろうと思って、はい、まあ、主にタイミングの取り方だったりピッチャーに対してどうやってアプローチしていくかが一番このキャンプでは頑張りたいと思ってます。今シーズン何か目標ってありますか？一応、2軍定着っていうことで、その去年1年間ずっと3軍にいたので今年2軍でしっかりとレギュラー取ってバリバリ活躍して、まあ一軍に行けたらっていう考えです。さあ、キャンプもいよいよ終盤に突入していきますがどうですか今年のキャンプ？まあ順調に、まあ、自分を、うん、追い込めているかなと思います。自分の課題にしっかり向き合いながら、まあ、いいキャンプができているかなと思います。お二人のテーマとかってありますか？いや、もうあの全て守備とバッティングと走塁、トレーニングからまあ、レベルアップできるようにっていうテーマでやってます。特に守備をしっかりやりたいなってことで守備の時は結構自分なんか意識してやってます。今シーズンの目標って何かありますか？一軍に出て、活躍するっていうのが目標なのでまずはしっかりアピールして頑張っていきたいと思います。試合が登録をまた目指してその中でも、まあ、焦らず怪我なくしっかりやっていきたいなと思います。キャンプも終盤を迎えてきましたが調子の方はいかがですか？調子いい感じです。いい感じですか？このキャンプはどういうテーマを持ってやってきましたか？バッティングを良くすることと守備をちょっとちゃんとやることと体作りです。この後キャンプを終えて実戦そして開幕に向けて何か意気込みありますか？まだ外野の枠は埋まってないんで、はい、それを今年は本当に取る気で行きたいんで、まあ、膝の調子も良くなってちゃっかりしっかりプレーできることを自分でも期待しながらやりたいなと思ってます、うんうん、今年のキャンプいかがですか？最高です。最高ですか？天気も良くてね今日はちょっと雨なんですけど、はい、いい感じ。
今年お二人はプロ23年目を迎えるシーズンになると思うんですけれども、今シーズンどんなシーズンにしていきたいですか？23年目とかは別にあんまり関係ないって、はい、あ、関係なくて、はい、はい、まあ本当普通にいい1年にしたいです、うん、いい1年に、あ、大事ですよね、うん、いかがですか？まあそうですね、まあ怪我なくね、まあ、あのしっかり自分の力を出し切れるような、うん、はい、まあ、そういうシーズンにしたいなと思います、はい、じゃあ最後にファンの方にメッセージをお願いします。今年1年間も応援よろしくお願いします。はい、今年も頑張りますんで応援よろしくお願いします。